皆さんごきげんよう、パレードの小上です。ネシです。いや、久しぶりのゲームでございます。お久しぶりでございます。アップデートが来てからしばらく経ったんですが、はい、ようやく集まれるタイミングがあったので一応我々もやっていこうかなと、初見プレイをやっていこうかなと、はい、やりますよ。はい、ニカ、カイドウ、ヤマト、ウタ、シャンクス、コビーと来て、今回はロジャー、ガープ、レイリーでございます。はい、まあ、ロジャーはね、あれですけど、ガープとレイリーは全盛期の姿ということでね、うん、ガープからやっていきましょうか。今回はじゃあガープからで、はい、ガープからやっていきましょう。俺が行く。俺、あ、そうね、わしじゃなくて俺になってる。あー、なるほどね。やっていくぜ。行きましょう。ふっと、え、あれ、拳でいく。すごいね、拳でいこう。拳でいってるね。おーおーおー、トリプルアクセルの強化だみたいな。あー、すげえ、でも拳からバリバリ出てる。あー、ほんとだ。うわー、おーうわ、すげえ、えぐいえぐいえぐいすごいな、やっぱり全盛期えぐいな。やばっ。正義がでかくなる。おお、すげえ。どういう感じ？巻き込めるって。おお、これやばいね。これすごいな。ギャラクシーインパクトみたいな感じか原作で出たすごいね、これ好きだ。ば、進むよ。ほら、バリバリなってる。ね、なってるね。両拳が。そろそろこれやってみようか。あとはそいつらを倒す。おお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 お。もうあの鉄球がやばかったのね。あれがめっちゃ強い。あれがまあ一応大技って感じなのかな。そうだね。どこだ、これから逃げられると思うなよ。あの、インディーな使っててないのはこれかな。もう着いたのか。長いな。なんかひるませた感じだもん。まあそうね、振動を起こした感じ。あ、これ必殺技ちゃんと見てなかったけど、他もあんのかな、これ。ああ、あるかもね。これだけじゃなさそうな気がする。いい、すげえな、やっぱ伝説の海兵。すごいね、英雄ガープ。やっぱり全盛期。さあ、どれぐらい秒でやれるのか。命取られる覚悟はできてんだろうな。やべ、甘くらねえ。ほんとだ。お前こそ俺の邪魔するな。するよ、来いよ、ビッグマン。俺の力、思い知らせてやろう。やっぱり、あ、まあ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 。俺の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。一発がでかいのか。お前もここでぶっ飛ばす。手数はあんま多くない。そうね。まあ、あとだから大きさもね、ちょっとね。ああ、そうだね、でかい。それもあるよね。やつじゃないから。ああ、確かに。確かに。あ、でもこれで行ったからね。あ、終わったね。行ったね。おお、来た。まあ、だからちょっとね、タイミング的にね、うん、原作アニメでまだ原作ではガープの技って何か出てきたんですけど、うん、原作ではまだちょっと、あ、アニメではまだ出せてないから。ああ、そうか。そういう都合はちょっとあるよ、ね。やっぱそうか。うん、刺激に吹っ飛ばされ。
だちょっとタイミングが、ね、若干早かった。なるほどね。なるほどね。うん、かっこいい。本気バースかっこいい。ね。これ好きだな、ゲームめてよ。こう。おお、もうやったんだ。本気バスで使うとやっぱすげえな。早いな。ああ、まあ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 。なるほど、かっこいいね。でも強い。強いね。はい、ということでですね。はい。アップデートの第、1弾ですね、今回。まあ、1弾というか3回目のアップデートの第1弾は、はい、全盛期ガープをお送りしました。はい。いやー、覇王色のエフェクトもかっこよかったですね。拳でしたね。拳でしたね。ザ・拳でした。一番下手した能力、無能力者やからさ、うん、なんか王道な、そうだね。肉弾戦というか、格闘技っていう感じ、うん、確かに。うん。いや、かっこよかったです。いいです。はい。それではまた次回別のキャラクターでね、やっていきたいと思います。はい。それではまた皆さんお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。バイバーイ。